全日空気、宮崎空港オーバーラン事故とは、1969年に発生した航空事故である。1969年10月20日、鹿児島空港を離陸した、全日本空輸104便は、YS-11 で運航されていた。午後2時頃に、宮崎空港を、日向灘方向から自動誘導着陸方式で進入し、東側から着陸滑走中、 滑走帯末端から逸脱し、滑走道端200メートル離れた山内側の土手で乱雑し、機種と主翼が大破した。この事故で乗員4名乗客49名のうち、乗員乗客43名が負傷し、そのうち8名が重傷だった。負傷者の中には、新婚旅行中のカップルも含まれていた。また空港は一時閉鎖されたが、事故機と反対側の滑走路は、 使用可能であるとして、数時間後には再開された。1970年6月30日に、運輸省航空事故調査委員会は、事故原因はパイロットミスと気象条件が複合したためとした。当日の宮崎空港付近の気象条件は悪く、午前には全日空のボーイング727が着陸復興していた。 事故機は激しい雨と追い風の中で着陸しようとしたが、事故機の設置速度が着陸重量に対応した速度を上回った上に、設置点がかなり内側であった。ハイドロプレーニング現象による影響もありオーバーラン、したと推定された。また、当時の全日空は、ジェット機導入と路線拡大のためパイロット不足に陥っており、事故機のパイロットも機調昇格が早めになされており、 経験不足であったとの指摘もある。実際に事故機の機長が路線運行で宮崎空港に着陸したのは数度しかなく、この事故当日のように悪天候の中難しい着陸をするのも初めてであったためである。ありがとうございます。